国立代々木競技場は東京都渋谷区にあるスポーツ施設である。第1体育館、第2体育館のほか、インドアプールなどからなる。通称として、代々木、体育館も用いられる。1964年の東京オリンピックの開催に備えて建設された国立代々木競技場は同大会のサブ会場として使用されたもので、メインアリーナとなる第1体育館では競泳競技が、 第2体育館ではバスケットボール競技が開かれた。ちなみに本競技場の他にもう一つ、国立を関する国立競技場ともども2021年に開催される2020年東京オリンピックパラリンピックでも会場として使用が予定されている。体育館の設計は丹下健造の手によるもので丹下の代表的作品として名高い。第1体育館、第2体育館とも 吊り橋と同様の吊り構造の技術を用いており、第1体育間は2本、第2体育間は1本の支柱から、屋根全体が吊り下げられている。観客を競技に集中させるために考案された内部に柱を持たない珍しい構造の建物である。また吊り構造の天井を安定させ、台風等の災害時にも問題が生じないように、油圧ダンパーで屋根の振動を抑える構造を採用しているが、 油圧ダンパーを精神目的で採用した建物は日本初となった。建設地にはそれまで占領アメリカ軍施設、ワシントンハイツがあり、アメリカ軍との返還交渉の難航などから工事着工はオリンピック前年の1963年2月と遅れた。その結果、竣工は東京オリンピック開幕のわずか39日前までずれ込み、1964年7月以降は、 昼夜関係なく24時間体制で建設が進められ、まさしく特管工事での建設だった。その評判は、東京オリンピックの時にアメリカ水泳選手団の団長が将来自分の骨を飛び込み台の根元に埋めてくれと申し出たと伝えられるほどで、戦後の日本を代表する名建築として高く評価されている。また、この体育館を設計した功績により、 国際オリンピック委員会は、東京都、日本オリンピック組織委員会とともに、丹下建造を特別功労者として表彰している。IOC のアベリー・ブランデージ会長は、受賞式において、次のように、丹下の建築を称賛した。スポーツが建築家を鼓舞し、一方多くの世界記録が、この競技場で生まれたことでもわかるように、この作品が選手たちの力をかきたてたと言えるのでは、 ないだろうか。この競技場は、幸いにも大会に参加できた人々、また感染することのできた美を愛する人々の記憶の中にはっきりと刻み込まれるであろう。1999年、国立屋内総合競技場として、日本の近代建築2 0 0に選定。その後、建築用素材にアスベストが含まれていたことがわかり、2006年8月より、 全面的なアスベスト除去工事を実施した。2006年8月から2007年3月は第2体育館、2007年1月から8ヶ月は第1体育館をそれぞれ閉鎖して工事が行われた。この間の主要イベントは関東地区の他会場に変更された。2010年から2011年にかけて第1体育館と第2体育館で大屋根の全面塗り替えが実施された。 2016年4月20日、日本スポーツ振興センターは、2017年から2018年度にかけて初めての耐震改修工事を実施、その間は第1、第2体育館と室内水泳場を使用できなくなると明らかにした。後期は22ヶ月を予定し、プレ大会には間に合わせたいと思うとしている。この間、主会場としている B リーグ、アルバルク東京は、 暫定的にアリーナ立ち変わりつひをメインに使用する。第一体育館ゲート前に設置されている看板競演以外のイベントにも対応できるように、当季はアイススケート場として、また春季、秋期はプール部の上に木のパネルを貼って体育館として利用できる設計となっている。ただし、1993年8月に東京辰巳国際水泳場が完成してからは、 共栄施設としては使われておらず、下記のプールとしての利用も、1998年3月をもって行われなくなった。なお、釣り屋根構造への影響を考慮して、プールの躯体はそのまま残してあり、プールの上に鉄骨を組んで蓋をしているだけである。また、2002年4月には残っていた飛び込み台も撤去された。隣接するサブプール、 インドは50はプールとして現存しており、団体専用に貸し出されている。設計段階より、スポーツ以外の目的での利用も考慮されていたとの、ことで、タンゲの過去作である、愛媛県民間等の経験も踏まえた、多目的ホールとしての設計が盛り込まれ、音響についても、一定の考慮がなされている。そのため1983年にチャゲアスカが、 初めてコンサート会場として使用して以降、コンサート会場としての利用も多くなった。ただ、音響の考慮はあくまで1960年代前半の技術レベルであるため、現代の基準で考えると音響は決して良いものとは言えない。2016年時点では、主にバレーボールフットサルハンドボールなど体育館として利用されている。また毎年開催されるチアリーディング。 日本選手権大会の会場も、この第一体育館を使用している。稼働率が高く、2015年度は329日間、利用された。アリーナ部分のスペースが広く花道や派手な演出が可能なため、常日の通りコンサートや、ライブイベント、K1 ワールドマックスや、戦作局などの格闘技の大会等の、イベントホールとしても多く利用されている。 アイススケート場としての営業も2005年を最後に終了したが現在も不定期でフィギュアスケートの公式戦は行われているバスケットボールの中心的な施設として利用されている観客席はすり鉢状になっておりプロレス会場としても使われる第1体育館に隣接した屋外フットサルコート2012年1月プレオープン4月オープン 競技場敷地内には3カ所の広場が存在し、各種イベントに使用されている。オリンピックプラザ第1体育館の西、第2体育館の北にある広場、代々木公園に隣接している。近年はシルク・ドゥ・ソレイユの東京公園の際に使用されることが多く、その際は原宿、ビッグトップの名称が使われる。渋谷プラザ第2体育館の南側、渋谷駅方面に面する広場。 渋谷公園通りに面する原宿プラザ第一体育館の原宿側入り口前にある広場1993年から2002年までクリスマスシーズンにドリームズカムトゥルーがウィンターファンタジアと題して同地に巨大クリスマスツリーを設置していた国立代々木競技場第一体育館の内部2012年第87回転の大杯第78回工業杯 全日本総合バスケットボール選手権大会開催時国立泳木競技場第2体育館の内部2009年2月14日 JBL 日立サンロッカーズ対パナソニックトライアンズこの記事は以下のカテゴリでも参照できます泳木オリンピックプールに関するカテゴリ国立泳木競技場第1体育館に関するカテゴリ国立泳木競技場第2体育館に関するカテゴリ ありがとうございます。